はい、皆さんこんにちは。もうすぐね6時半ですね。はい、なんかね臨時ニュースというか、さっきピョッと出てきたニュースがですね、日本経済新聞、国内コロナ感染2000人超に1日あたり最多更新ということですね。17時48分と言いますから、まあ30分ぐらい前ですね、のニュース。1日2000人超えたんかみたいな、短いに読んでしまいますと、国内で18日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者は2000人を超え、1日の感染者数の過去最多を更新した。これまでの最多は14日の1720人だった。東京都や北海道、大阪府などの都市圏を中心に感染が広がっている。東京都では18日に493人の感染が確認され、都内の過去最多を更新した。神奈川県でも226人、静岡県でも87人の感染が判明し、いずれも最多となった。さっきもこの関連の動画を上げましたけども、こう寒くなってるというのが一つの原因と考えるしかないですね。なぜ北海道から始まりましたからね、北海道で増えたねみたいな感じで、よう言われたのは、北海道は建物の内部の気密性が高いから、そこでこうコロナがふーっと回ってですね、で感染が広がるんやという話ですね。困りましたね、ほんまに。ほんまに困りましたね。で、2000人を超えますとですね、もう一つの指標がありますね。1日7人から10人、少ない日は4人とか5人であったと、あちらの方ですね。お亡くなりになる方ですけども、それがですね、このピークはだいたいね、過去の統計数字を見てますと、2週間から4週間ずれます。ということはですね、来月の半ばぐらいに、うわ、増えたで、1日20人やとかね、いう日が来ると思います。来るでしょうね。でも20人でもね、インフルって54人という説があるんですよ。インフルでね、1万5千人亡くなる らしいですからね、ワンシーズンで。それがだいたいワンシーズンで主にどうでしょう、150日ぐらいでしょう。そしたら150日だとしたら1日100人やんでしょ。386だったら50円になるのか。そういうことですね。計算合わへんけど、前は最近算数弱い。なんか昔強かったんですよ、むちゃくちゃ。1万割る365なんて足しどころにね、近似値が出せたんですけど、今出せへん。頭悪なったんです。1万、もう一回やってみましょうか。そうか、40人ぐらいですね。1万割る365は。でも多分、ほとんど冬でしょうから、今頃やと、それこそ50何人でしょうね。で、もっと寒くなると、これが60人、70人になるんでしょう。それがですね、今の倍になってもですね、コロナの場合は倍になっても20人ちゃうかということですね。で基本的にだから、そんなにね、恐れることはないんです、実は。高齢者、男性、既往症がある、高血圧、心臓病、糖尿病、痛風もあったかな。キム・ジョンウン君、やばい。肥満もあかんねて。ジョーン君まだ若かったら35歳ぐらいでしょ。あの人だから、あの人かかったらちょっとやばいですよ。アメリカみたいに、トランプさんみたいに1億円のカクテルがあるかどうか知りませんけどね。いや、ジョーン君かかると面白いって言ったら不謹慎ですか。でも可能性としてはありますよね。なんで、それ置いといてですね、その2000人超えて、これからね、この2000人がピークではないと思うんですね。困ったことにもうちょっと増えていくと思います。だからわーっとなるとですね、多分このまま増え続けてですね、
12月の末頃にはですね、5000人とか1万人行ってても不思議ではないんですけどね、その移動数ですからね、人間の移動数の工数ですから、理論的にはどんどんどん増えるわけですよ。 GoTo とかやりましたしね。でも GoTo で移った人は少ないんやとか誰か言うてましたけど、どっかの大臣が、え、ほんま?みたいな疑わしい疑わしいんや、それがなんか、まあいいわ。まあええんですけど、まあええんですけど、特にですね、その、これ、なんていうか、対策をしないとですね、これ増え続けることは確実です。私のこの事務所からですね、茅場町、地下鉄の茅場町の駅に行く途中に、京王プレッソという、ビジネスホテルがあってですね、窓が150ほどあるんですね。ここ2日ぐらいね、帰りにいつも窓にどんだけ明かりついてるか見るんですけど、ずーっとね、6月に営業再開、7月か、7月に営業再開されてからですね、毎日のように見てるんですけど、最初の頃はね、明かりがね、3つか4つやったんですよ。大体いつも7時半頃ですね、7時半前後に通るんですけど、明かりが3つかやったら、だんだん増えてきてね、どうでしょう。3、4週間前に10を超すようになったんですよ。うわ、今日は10個あるやん、よかったやん、みたいな。あんなね、ホテル経営大変ですからね、そんな3つやよって言ったら電気代も払えへんやん。まあでも、まあ10、10になってですね、うわ、ええやん、すごいやんと思って、まあ、7、8に落ちる時もあるんですけど、だいたい9つとか、11とか12とか続いて、昨日、おとといがね、19、昨日はね、21かな。初めて20超えたやんと思って、まあもちろんね、いい加減な数字ですよ。その時にホテルにチェックインして明かりをつけてる人しかわからないわけですね、僕が見てるのは。で、時間帯っちゃってずれてますから、早い時は7時過ぎですし、遅いと8時頃なんですね。まあその頃ってビジネスホテルチェックインしたらご飯食べに行ってる時間ですよね、大体はね。まあ、というて、近くの店に、どうでしょうね、単身者が泊まるホテルで、単身で泊まるホテルでしょうから、まあ、それでも仕事仲間とどっか飲みに行ってるかもしれませんよね。だから、その、僕は見た数字が、見た明かりの数が、宿泊者数の総数では絶対ないです。かける5かな、かける8かなとか思いながら歩いてるんですけど、徐々にね、増えてきたことは確かであって、僕のこの定点観測で増えてるということは、やっぱり人の移動が増えてるわけなんですよ。で、移動が増えれば、やっぱりそれに応じて感染者数って増えるわけであって、これももう、これは自然原理ですね。うん。人の数と移動数の掛け算で、こう、掛ける、あと N 値があって、増えていくわけである。あるわけですから、移動距離掛ける人数掛ける N。で、このまま対策取らないと、移動を、特に人は、家に、今からですね、こう、家にこもるということはないと思いますから、政府が温度を取ってですね、緊急事態宣言とかってやらんとですね、どんどん増えていきます。どんどん増えていくとですね、まだ緊急事態宣言になるわけなんですよ。これはしかしね、その経済への打撃ということを考えるとかなり嫌ですね。うわーと思いますね。またかいなみたいな。さっきも言いましたけど、でも年末にその5000を超していてもですね、1日の感染者数が不思議ではないです、今の勢いだと。だってまた寒くなって序の口でしょ。寒くなり始めて増えてきたわけですね。北海道から増えてきたってのはそうですし。で、今増えてるのみんな北半球でしょ。北半球って今どんどんこう冬に向かってるわけですよ。で、寒いとこの方が急激に増えましたね。この前スウェーデンの話してたらですね、教えてくれる人がいてね、スウェーデン見たら急激に増えてるんですよ。うわ、しもたと思って。ですんで、ということは寒いところからという原則に従えばですね、日本は増えるし、お隣、上からのお隣さんもですね、何らかをしないと増えるでしょう。だから序の口なんで、えっちらえっちら来ると、多分ピークは、何もしないとピークは1、2月かな。
これから増え続けて2月は1万やなった。昔は何百とか言うてたなとかっていう懐かしいなとか、そんな懐かしがってもしゃあないやんって話ですけど、ということでこれはですね、ちょっと容易ならざる経過になってますせ、ということで僕らは何かをそろそろ覚悟せなあかんのかもしれませんね。もう2回目の緊急事態宣言というものを覚悟する必要が生まれてきているというふうに私は考えております。はい、皆さんどうもありがとうございました。